it's hard being a star sometimes. It's obvious that I'm missing out on all the things people hanging out. If I don't know nothing, I know one thing, and it's that every time the family rain, we light up and pour the drink. Every time I see my face, all the stress go down the sink. I know it, I know it, we gon' have a good time. I know it, I know it, we gon' have a good time. It's a reunion, and thank God everybody's here. It's a reunion, raise a glass to cheers. It's a reunion. The blues, no clue. Pick up the phone, call a crew. If I don't know nothing, I know one thing, and it's that every time the family rain, we light up and pour the drink. Every time I see my face, all the stress go down the sink. I know it, I know it, we gon' have a good time. I know. Everybody here, it's a reunion. Raise a glass to cheers. It's a皆さんこんばんは、まなまるです。今日はですね、京橋駅の近くにある、なんかね、ほとんど銀座と東京の間ぐらい、京橋駅から6番出口が一番近かったんだけど、皆さん丸尾末広ご存知ですかね。私めちゃくちゃそういうちょっとサブカル的な、なんて漫画とかそういうカルチャーがめちゃくちゃ好きで、まあ、何個かいろいろ今までも紹介してると思うんですけど、少女椿が一番有名かな。で、その丸尾末広さんがですね、個展をやってて、それをちょっと見てきました。で、丸尾末広さんって、なんて言えばいいんだろう、すごいね、昔風な絵柄の方だから、なんかすっごい昔の漫画家さんだと思われてるんですけど、今も普通にご存命だし、割と、私の世代のもうちょい上だと、なんか結構なんかそういうホラー系とか、まあ言ったらガロ系が好きな人は知ってるかもしれない。で、まあその少女椿で結構そのサブカル的なめちゃくちゃ王道が少女椿と、古谷宇佐丸先生の、ライチ光クラブが、なんか私の中で二大巨頭というか、なんか逆に言ったら少女椿と、ライチ光クラブのこの名前を出して話が通じたら私は結構話せるっていう。ってぐらい、なんか分かりやすく、なんかその、丸尾末広先生と古谷宇佐丸先生っていうのが、なんか結構、そのサブカルチャー的な感じではメジャーなんじゃないかなって思ってて、で、その、今回その丸尾末広さんの
個展に行ってきて、いやすごかったね。普通にあの少女椿のみどりちゃんのこうなんて書いてあるあれあのペン書きみたいなとかしてあってめっちゃ良かったな。なんか最近あんまりそういうなんか芸術的なやつ行けてなかったから久々に行ってきたけど、良かったですね。で私その丸尾末広さんの先生の作品で富野の地獄っていうのがあって、それがめちゃくちゃ好きなんだけど、それもねあのちょこちょこというか作品があって、いつものごとく一人で行ったからこう誰とも分かち合わず、でもね人め結構ねいた、なんかひっきりなしっていうか、私が出て下降りた時も新しく女の子何人かでこう看板とか写真撮ってる子がいて、あこの人たちも見に来たんだなと思ってたぐらい、結構頻繁に人の出入りがあったので、まあ、やっぱ人気だなって思いましたね。でそんな個展でですねたくさん買ってきました。一つ目はこちら、これはね DDT っていうなんかね僕耳なし方位置ですかねっていうねあの本があって、それの表紙がねこれなんですけど、裏はねネガっぽくなってる感じで、そうこのね DDT もね結構ねいい、私的には好き。あの私の、丸尾末広先生の、あの、こう、作品のイメージは、こんな感じっていうのが詰まってる、いい本なので、まあ、気になったら、ただね、なんか、エログロ、まあでも画廊系だから、まあね、そうなんだけど、なんか、エログロ系、あとなんかちょっとスカトロというかなんかそういうのも中にもあるから、なんか人によるかもで、これはバンダナと手ぬぐい、これどっちもね少女椿柄うわ最高、ちょっと全部見せれないけど、これがみどりちゃんですね、ワンダーとか言ってヘビ女とか、いいね。あこれは私結構フィギュア写真撮ったりするときに下に引いたりとかしたら可愛いんじゃないかなと思って買っちゃった。あとなんか柄的にももうとても好きな、なんかその少女椿のいいところ取りみたいな柄だったから買っちゃった。よし。でこれが手ぬぐい。でこれがバンダナ。バンダナね青とピンクがあって、私はねピンクにしてみた。でもなんか青の方が柄がしっかりしてるからなんか人気っぽかったよ。これも最高じゃない。これも同じ感じで、あのなんか下に引いたりとか
して使いたいと思ってピンク買ってみた。これもあれだね、同じ感じで緑ちゃんとあの少女椿に出てくる主要メンバーが描かれてるって感じですね。漫画とかは全部実家に置いてあるから、このね家にね全然漫画置いてないのよ。あのさっきも話したけど、ライチ光クラブも、僕らのもう全部あったり、私ナナとかも好きなんだけど、ご近所物語とか、ナナもご近所物語も全部実家に置いてあるから全然見れなくて、結構買ったんでね。あとこのさあ、少女椿といったらこの柄、そのみどりちゃんのなんか着てるワンピースの柄、本当になんかポストカードがあったんだけど、これはね蛇腹の蛇腹便箋のレターセット買っちゃった。なんかなんかね、普通のこうオフなんていうの、巻物じゃなくて、あのお経みたいなさ、バラバラバラって、あのわからない人はあの地獄先生ヌーベイで調べてあのバラバラバラってなるやつの紙と封筒が何個か入ってる。あとこのポストカードセット、本当はこれにポストカードが入ってるやつが欲しかったんだけど、こっちバージョン買った。なんか額縁というか、なんか探して入れようかな。あ、これ全部少女椿だ。ちょっとこんな感じで、ほとんどがね緑ちゃんだね。よきで、あと3000円購入するとなんか一回ガラポンができるって言って、でお会計してもらったの、そしたら5400いくらで、店員さんに3000円で1回だから、あともうちょっと買うと2回できるよって言われて、缶バッジと、これがね、多分 IC カードシール、これがね、SM が画法からの時のやつ、これしかねなかったの。でこれで6000円以上になったので2回ガラポンして、で1等が直筆のなんか色紙、イラスト色紙かな、2等がサイン入りポスターで、3等がうちわで、4等がステッカーだったの。私こんなこと言うのあれなんだけど、うちわが一番欲しくて、ワンダーとみどりちゃんのこのうちわ、でね、これがね2個当たったの。そしたら1個ステッカーでもいいですよって言ってくださって、1つステッカーをいただきました。やったね。これ欲しかったのよ。うちはちょっとこれは大事にしたいと思います。で個展の外に出たらね、ガチャガチャがあって、私は4回分回してきて1個ね被っちゃったんだよね。この少女椿のさ
が出てくるやつと、これ少女椿、これ富の出したぜ、富野の地獄、これをゲットしました。なんか缶バッジが8個になったので、まあどっかのタイミングでね、何かしらに使おうと思っております。というわけで今回のこの、丸尾末広大博覧会に行ってきました。あのスパンアートギャラリーさんというところでね、京橋の駅、京橋駅の6番出口が一番近かったですね。これが7月9日だから今週末までなので、この動画がどのタイミングで出てるかわかんないんですけど、まあ、こういう感じで、でね、前に去年の夏でちょうど1年前ぐらいにバニラガローさんっていうギャラリーさんに行って、その時ねシリアルキラー展見に行ったんだけど、そこでねまた新しいちょっと気になるあの個展というか、そういうのが始まるみたいなので、7月ちょっとねまた足を運んで、で多分夏ぐらいになるとあのホラー系のそういう個展とかグループ展が増えるので、ちょっと夏ね頑張って、個展行きたいなと思っています。で皆さんもねちょっと検索していろんな、 なんか気になるイラストレーターさんが個展やってないかなとか、あとそれこそギャラリーのツイッターとかフォローしとくとあの情報が見れたりするのでですね、ぜひ、お時間があったら行って芸術に触れてみてもらいたいなと思います。というわけでちょっと長くなりましたが、大好きな丸尾末広先生の個展に行ってきたよっていう Vlog と購入品紹介でした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。